お礼を言ってくる後輩に関しては応援したくなりますよね。応援団ができるんですよ。第3位は素直に話を聞く。こういう人にはもっと教えたくなりますよね。初めて聞いたように聞く、そして質問する。もう知ってますっていうふうに聞く人ってたくさんいるんですよ。知らないのに自分がもう知ってることでも、あ、そうなんですか、初めて知りましたっていうふうに聞けばもっと教えてもらえるし、実は知らなかったりするんですね。相手も分かってないから何度も同じことを言ってくれてるので、質問が来ると安心しますね。伝わったんだなとか、そういうふうに捉えたのかとか、あ、そこが分からないんだっていう確認ができるんですよ。こうただ話をして分かりましたっていう人よりも、こういう場合はどうなんでしょうかとか、僕はこういうふうに考えてやってたんですがっていうのがあると、もっと話を具体的に詰めることができますよね。大体こう10人集めて10人に同じ説明をしたとしても、10人いれば10人捉え方が違うはずなんです。で、僕はどういうふうに捉えたかがわからない。で、この質問が来るとしっかり聞いてたんだなっていうふうに僕も安心しますし、あ、そこが伝わってなかったんだっていうのがわかる。一番はやっぱり質問してくる人は伸びますよね。もっと伸びようとしてるからっていう成長意欲を感じるんですよ。第2位は何を期待されてるかを理解する。期待を上回ると愛されます。共通点はレスポンスの速さ。期待を上回る人の共通点はレスポンスがみんな速いですね。第1位は感謝を言葉にする。お礼を言ってくる後輩に関しては応援したくなりますよね。応援団ができるんですよ。なかなか恥ずかしくて分かっててもお礼ができないんですよね。じゃあどうやったらそれができるようになるかって言ったら、例えばコンビニで会計の時にありがとうと言ってみる。こうすると感覚が分かります。自分がお会計をしてお金を払いながらありがとうございますっていうふうにすると、その訓練になりますね。どういう反応が来るかとか、そういう習慣が身についてくる。結構先輩にお礼を言うのって恥ずかしくないですか？でもコンビニでお礼をする、ありがとうっていうのも結構恥ずかしさがあるんですよ。やってみると変化に気づきます。見られ方も変わります。